粗品です。せいです。大阪クイズ。東京に上京して2年、大阪愛はまだ残っているのか、大阪にまつわるクイズを出題。東京クイズでは粗品5ポイント、せいや2ポイントで粗品の勝利でした。そうやったな、挨拶してたもんな、いろいろ。大阪、これは挨拶したいよ。めっちゃしたい。大阪なんか挨拶したいよ。もう2人とも大阪やからね。大阪、南と、まあ、福島、東大阪っていう、ね、なあ、そういうのうーっていう大阪やから。俺の方が大阪好きやで。大阪好きやで、ほんまやで。クリコの看板。うわ、道頓堀。うわ、違うやろ。恵比寿橋。は、引っ掛け橋。はやはやはや、あへい。マラス、当時のマラソンランナーの方、お疲れ様。マラって言いました、こいつ。下降りチューブでマラって言った。お前マラに挨拶すんなよ。マラソンを詰まっただけやろ。なんでマラに挨拶すんねん。いや、本当にあのいつもでマラソン待ち合わせ、引っ掛け橋の話で、待ち合わせ場所、あ、待ち合わせ場所にさせてもらってまーす。弱っ弱っ、思い出全くない。カニ道楽の前で、なんか営業みたいなした時、営業みたいなした時にずっと見てました。弱っ弱っ、風の海源さんも好きです。弱っ、下のね、こいつ全然思い出ないやん。はい、お礼の価値。若手がなんかあそこで喧嘩とかナンパとかいろいろ、うわ、全然思い出ないやつに取られた。難波にある地下街。いや、うわぁ、ナンバーウォーク。あっ、これは撮りたかった、思い出めっちゃある。ナンバーウォークさん、本当に一人で歩いたりした思い出あります。撮りたかった、一人で歩いたり、何やなんか音楽聴きながらはぁ早歩きした思い出あります。このエピソードはない。ちょっとでも下着屋が多くて、なんかメインのやり場に困るかな。トーク番組やったら殺してるわ。テーマ、テーマ取られて、こいつに。よっしゃー、劇場のトークで1個なくなるんですよ、もう喋ったら。そのタイプやったら思い出いっぱいあるからな、俺。どこがやねん。見ての通りね、元カノと何したとか。いや、言わんといてよ、それ。俺がもう、ってね、挨拶したい。おじいーす。大阪で一番高い。うわ、最悪や。アベノハルカス。アベノハルカスさん、ハルカスで、ギャグマラソンというわけわからん仕事、階段一段一段ギャグしながら登っていくというのを、村越修司さんとやりました。やってんねん。やりましたね。あと、そうですね、アベノハルカスはロケでも何回も行きまして、小林さんとね、王様のブランチで、行った行った、上にね、登ったりとか、行った行った、いろいろ思い出が詰まっております。彼女も連れてきましたね、アベノハルカス、元カノで、景色見ながら。これからちょっとの給料、ご飯食べれるようになったら俺結婚しよう思ってんねみたいな、最高みたいな、一緒におるなみたいな、アベノハルカスで、夜景見ながら言いましたけど、その後めちゃくちゃ別れました。めちゃくちゃ別れたって、あ、私別れたりめちゃくちゃもないやろ。長いな、お前挨拶。アベノハルカス取ったわ、天王寺、嬉しいわ。まあまあ、でも、俺引っ掛け橋取ってるからな。引っ掛け橋はきついな。 USJ。 はや、はや、この花くん、最後まで聞こう。 USJ の最寄り駅の名称。うわ、最悪や。ユニバーサルシティ駅。よし、ユニバー、ユニバーや、ユニバーや。でてて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 てもうね、もう小学3年生の時にできて、オープンから行った。ほんまに。パスも持ってました、小学校の時に。年パスかな、年パスでずっと行ってた。ユニバー最高、また彼女できたら行きます。いや、ええー、なぁ、俺もユニバ行かれへんからな、挨拶してないから。失礼やからな。失礼やけど行くわ、ユニバは。挨拶もする。挨拶せえよ。いいなぁ。エビスバシスジの手作りダイス。手作りダイス。
手作りアイスやコールドストーン。プーやけど俺思い出ないぞ。エリスバシスジの手作りアイスキャンデーといえば、あーえ手作り、あ、551のアイスキャンデー、え、パブロ、何それ。エビスバシスジの手作り、サーティワン、アイスキャンデー、フジヤ、みつや、蓬莱、みえトルコアイスや、ええ、こ全く思い出ないぞ。恵比寿橋筋商店街がある。恵比寿橋って、あ、そこやな、ちょっとずれたとこやな、うん、てかもう道頓堀のとこ。手作りアイス、そんな思い出一切ないぞ。え、アイスで有名なとこ、三つ輪や、住所教えてもらっていいですか。何やそれ、どんな天才やの。住所で覚えてんの。住所教えてもらって、座標で覚えてんの全部。大阪の大阪市中央区難波三丁目8-22。いや分からんって8-20って。あの恵比寿橋とかやろ。いや分かるんですけどね、手作りの。ん、551なあ、じゃないんすね。蓬莱でもないし、蓬莱でもない。551アイスキャンデーやけど、551のアイスキャンデーやけど、ヒント、はい、ペンギンのイラストが、あ、551じゃん。あ、ちゃう、雪印。あれ、ちょっと待って、何ペンギンあったな、ペンギンの。それ何、なんかあるな、あるある。だら俺らよりもっと前の大阪名物なのな、昔の。食ったことないな、わからん。北極アイスや、イエーイ、思い出、おぉ、アイスは積み物やな。いやー、ほんまにこんだけかかったアイスは積み物やろ。失礼やろ。おはようございます。いやいや、ほんまだけ初対面や。いやー、あれして、おぉ、なんもない。失礼やな、こいつ。よっしゃー、挨拶なかったね。北極アイスって大阪名物なんですか。へぇー、なんか九州じゃないや。若手芸人あんま食わんよな。食ったことないな。な、硬いやつか、あずきとかの。ユニバ取ったんでかいな。ユニバ欲しい。ユニバ行けるからね。ナンバーウォーク、蕎麦屋しかないからね。1970年に大阪府で開催された万博の春。なんて。太陽の塔。うわぁ、うまい。これはうまい。オーケー、岡本太郎先生。先生。芸術は爆発だ。熱すごい。俺のゲームを爆発させます。ダサ。岡本太郎先生、これからの俺見ててください。今はいろんなテレビとか先輩とかで窮屈でできないことも多いけど、そんなんちょっと自由な芸風になってきたら、もっと爆発させます。まだ若いからね、頑張ります。こいつは岡本太郎さんと真逆の芸風、守り守りです。誰がやる、俺は攻めて攻めていきます。誰が守り守りやから、見ててください。お前岡本太郎さん爆発させます。お前いらんこと言うなよ、岡本太郎に。誤解されるやんけ。挨拶やから。クイズリンギ。誤解されるやんけんなもん。挨拶やからな。ボケ。挨拶やからな。あれだ。じゃあもう次もラストやな。これちょっとじゃあ全部かけようか。オッケー。今までの。オッケー。挨拶した。俺ユニバにしたい。オッケー。ラストね。大阪の道頓堀で巨大な龍が目印。あ、やった。金龍ラーメン。やられた。オーケー。マイルドさん、ごちそうさまでした。マイルドさん、金龍よ、いマイルドさんに挨拶してる。いやー、あの臭いのがいいんですよね。食べてないやろ。ほんとにもう街歩いたら金龍の匂いするし、あれは確か大阪名物やね。ご飯もキムチも取り放題、うまい。アデス、アデス。そして、何でしたっけ、アベノハルカスや。まず、いやー、アベノハルカスといえば僕ですから。ロケも行かせてもらいましたし、本当に高いとこも好きです。です。
何やそれ。あと何やっけ。ユニバーサルスタジオ。ユニバや。ユニバーサルスタジオジャパンも大好きです。僕はほんまこいつと違ってほんまにもう毎年年パス更新するぐらいの行ってました。で母ちゃんとモンスターロックンロールショーみたいな見に行ってもうほんまに感動しました。だな。父ちゃんとも行きたかったな。父ちゃんとも行こうって言ってたんですけど、父ちゃんは死にました。めっちゃ悲しいな。ほんで、あと一個ないっけ。ゾンビのやつやから、あれ。何がゾンビやねん。やめろよ。太陽の塔。うらー芸術は爆発だ俺だろ芸術は爆発だと言えば俺じゃねえかどう見ても俺だパワーパワー俺だうるせえ俺だよピンポンやないから芸術は爆発だわ俺だでもさっきはちょっと失礼なこと言ってちょっと謝らせてくださいすいませんおー出た出たおだしてーおだしゃ皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。